朝4時に起きましたか？それはすごいね。はい。4時に起きて何をしましたか？朝4時に起きて、最初は韓国語の、YouTube の動画勉強してて、ちょっと、その後に今日は韓国語について、ちょっと、その動画のレッスンだけで終わって、日本語の方、聞きたいって思って、結構、いろいろの YouTube を見ました。あ、そっか。ね、なんかそのね、朝早く起きて勉強、ね、これ何て言うの？朝早く起きて勉強するのは、これとてもいいそうです。夜勉強する。日本語のビデオとかで、算数の動画も調べてて、見ました。小学生の単語とか、わかるようになってほしいです。あ、そっか。まあね、そうね。例えばね、自分のこと、自分の国の言葉ね、英語だったらね、全部わかる。でも外国語だったら何と言いますかね、簡単な単語でもわからないもの多いね。ですからね、まあそれもね、いろいろ見てね、勉強ね。科学とか歴史とか、その算数とか、いろいろ YouTube で勉強したいです。まあ勉強できますからね。いいです。まあね、わかりました。